こんにちは、ボブです。今回はフォアハンドのテイクバックの面の向きについてやっていこうと思います。テイクバックって言っても人それぞれでいろいろな形があると思うんですけど、特にスピンをかけたい人とかはテイクバックはこうした方がいいっていうのがあるので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。で、テイクバックの面の向きなんですけど、面の向きは下を向いた方がいいです。こんな感じ で下を向く、なんで下を向くのがいいかっていうと、下を向けとくと体をターンさせるときに自然とこの前腕がねじられて、面の向きがインパクトに対して徐々にこのまっすぐになっていくんですけど、この前腕の筋肉のねじりがうまく使えるため、この面の向きは下の方がいいっていうことです。例えば面の向きがここで横になった状態でスタートすると、このまあインパクトに対してまっすぐいけるっちゃいけるんですけど、このなんだろう、下、自然に下にボールの下から入るっていうスイングにはならないんですよね。この面を下に向けとくと、このなんだろう、体を回した時に前腕がひねられて、ラケットが下からボールの下から入ってスピンをかけることができるんですけど、このままだと、まああんまり、まあ、結構平行スイングというかに近いスイングになってしまうので、スピンをかけたい人はテイクバックの時に面を下に向けとく。下に向けとけば体を回した時に自然とヘッドが落ちるんで、ラケットが下から入ってスピンをかけやすくなります。で、なんだろう、テイクバックで面を伏せやすくする方法なんですけど、2つだけポイントがあります。まあ、まずは、まあ、これをやっていただくと、その面を伏せやすくなるのかなっていう、面が伏せられない人も面を伏せやすくできるのかなって思います。で、これ2つあって、まずは1つ目は腕だけでラケットを引かないです。で、2つ目は肘からラケットを引くです。で、1つ目の腕だけでラケットを引かないっていうのは、まあ、さっき言った通り分かると思うんですけど、この体を回すことによってこのラケットが出ていくわけなんで、これ体回さないで腕だけで引いてもあんまりそのこの前腕がうまく使えてこないんで、ラケットヘッドが落ちないんですよね。腕だけで引いて、まあ、こんな感じ、体で引くとちょっとやっぱその落ちが違うんですよね。ここのちょっとした加減なんですけど、ここの落ちが違うんで、腕だけでラケットは引かないようにしましょう。で、もう一つ、二つ目の肘からラケットを引くっていうのは、まあそのもちろん体から引くのは当たり前なんですけど、体をメインで引きつつ、最後のちょっとしたここの動きを肘から引いてもらうと面が伏せやすくなると思います。まあ、これいろいろ人によってはこのグリップエンドから引くとかあると思うんですけど、肘から引いてもらうと面が伏せやすくなるっていうふうに思います。で、これは何でかっていうと、このスイング始めるときにこの肘を起点にこの前腕がこうやって回転、前腕がねじれるんですけど、肘、やっぱり肘をその支点にするので、
やりやすいんですよね。やりやすくなるんですよね、このこの動きが、肘支点になってるんで、このね、そうすると肘支点にやるとやりやすいんで、肘から少しだけ引いてあげる、気持ち肘だけ肘から引いてあげる、そうすると面が伏せやすくなると思います。面伏せるっつってもこの、まあ、ここまで伏せなくていいんですけど、まあ、こんぐらい、まあ、ここでも OK です、ここでも OK です。面がとにかく下に向いてればいいんで、まあ、こんぐらいを基準にしましょう。で結構もうプロでも、まあ、プロはもうスピンばっかり打つんで、もうみんな面は下向いてるんで、プロのその練習動画とか、試合とかの見てもらえば分かると思うんですけど、もう今はそのテイクバックで面を下に向けるのは主流になってると思います。まあ、これをそのなんだろう、さっきはその最初スピン打つ人はって言ったんですけど、やっぱりそのスピン打たない人でもやっぱこういうテイクバックにした方が、そのなんだろう、この面を伏せるっていうテイクバックを基準にした方が、その内訳がしやすいんで、内訳がしやすいっていうのは、例えばその面を伏せないとフラット系にしかならないかったりするんですけど、面を伏せればフラット系も打てるし、もちろんスピンも打てるんで、基本的には面はその伏せるようにテイクバックした方がいいです。まあ、あとはその体回していくと、その伏せた面がしっかりその前腕のひねりによってインパクトに向けてまっすぐに向いていくんで、そうなるために、まあ、力まないことも大切なので、まあ、だ難しいですけど脱力も一緒にやっていただけたらと思います。まあ、今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。